はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクリエイトになりました。いやということで今回はですね、大変お待たせいたしました、エスパからブラックマンバのダンス解説でございまして、今回は映像の方ですね、こちらに出させていただいて一緒に見ていきながら解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。収録ボタンをはいと。さあそれでは一緒に見ていきましょう。いやまあなんといっても今回のダンスのポイントっていうのは、まあパワフルさ、ブラックマンバというところで、まあ、サビのところでも見られてるんですけれども、ヘビを思わせるようなその動きと言いますか、そういうものをちょっとこう連想させるような振り付けになっているっていうところもありますし、まあ、あとは今回のこの曲の強さみたいなところをしっかりと表している、見たことない振り付け結構多いなっていうところがあるので一緒に見ていきましょう。まず一番最初の方からですかね。見ていただいて、今回4人で踊るんじゃないんだっていうところですね。まずそもそもバックダンサーさんたちがここに3人と3人ついているっていうところで計10人で踊っていくと。でここで10人並べた時にさりげなく真ん中ら辺にカリナちゃんいるのかなみたいな感じで踊っていらっしゃるっていうところにもなるわけなんですけど、ここでちょうどセンター割りみたいにしていらっしゃるというところですかね。え10人ですよね。はい、で行きましょうか。ここでまずバックダンサーさんたちが動くと。ご本人たちはそのまんまキープなんですよね。ここ結構新しいと思います。で、今度はご自身たちが動いていくっていうところですね。バックダンサーさんたちの使い方も結構斬新です。で、出てきますね。こういう風に4人でピラミッドを作った時にセンター取れないんですけども、カリナちゃんが結構大きい身長を持っていらっしゃるっていうところで、4人並べた時に自然とカリナちゃんに目が行くようなポジショニング取れるっていうところは結構有利だなという風に思ってて、身長で少しこうカリナちゃんを前の方に持ってくることによってセンターに見えるっていうところが強いですね。で、後ろでジゼルちゃんが被るっていうところからダンスが始まるということで、基本的に偶数のチームっていうのは3にして後ろに1人置くっていう、6人の場合も同じなんですけれども、6人8人の時もそうか、誰か1人を余らせて後ろの人と被せる、前の人と被せて、こういう状態作るっていうのがあるあるでございます。ここら辺もうまいですよね。まずは足元だけで動いてって、手だけコーンとクタッカーン、シンプルなんですけれども、バックダンサーさんたちが後ろにいることによって、ここの造形美みたいなところが見えてくるんですよね。かっていう風に手を開いた人と手を下げてる人がいらっしゃるっていうところ、こちらのバックダンサーさん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 っていうところ。で、カリナちゃんは横に手を広げて、他のメンバーの方たちが上に手を上げることによって、全体的に見えてくるこの、造形。で、ここら辺も見ていただいてわかるんですけど、バックダンサーさんたちが偶数3と3っていうところがあるので、ここ以外でもそうなんですけど、センターで割って右側向いて左側向いてっていう風にこうしたりこうしたりっていう動きが非常に今回多く見えます。みんなで一緒にこういう同じ方向行くのではなくて、左右対称にして踊っていくっていうところが多いです今回は。で、カリナちゃんセンターいるとめちゃくちゃ目立つっていうのは強いですね。ここです。これがちょっと個人的にはかっけーって思うところ。すごいです。タン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 、ツツツツツツツっていう風に後ろで鳴ってるそのスネアじゃないや、ハイハットのチキチキっていう音を足元で撮ってるっていうところで、斬新ですね。みんなで動いていくっていうこの全体の造形っていうものにすごくこだわっていて、で、ここでも見えてくるのが左右対称っていうところ。ここの時にバックダンサーさんたち含めて、ニンニンちゃん以外の方たちの手を見ていただきたいんですけども、右側に持ってってる人と左側に持ってってる人がいるっていうところで、ここまたね、左右対称なんですよ。向きも対称。ここから手を上げるところも対称。こっちですね。こっちですね。ここ今手上げてるのはウィンターちゃんかな？うん。っていうところと、こちらのダンサーさんたち。うん、ここで揃えて、っていう風になってます。いきなり全員揃えて動くんじゃなくて、まずは全体像で、この時にニンニンちゃんだけピースしてるっていうところもポイントになってきますね。ここの振りちょっと覚えておいてください。また出てきますから。
拍手乗っけるとこもいいですね。でここでウィンターちゃんがセンターになるっていう時にジゼルちゃんと被せるっていうところ、基本的に4の場合は3と1にしてますね。でここでピラミッドを作っていくっていうさりげない陣形移動っていうところもポイントでございまして、ウィンターちゃん前に出てくるんですけれども、最初こんな感じです。3、3、1、3。でこのバックダンサーさんたちもフォーメーションを変えてってっていう風にして、ここでピラミッドを作っていくっていう全体的な構成も素晴らしいですね。でここからです。これがねすごい、いろいろ好き嫌いというか、まあ、好み分かれるっていう話も聞いてるんですけど、個人的にはブラックマンバすごいですね。ドンダンダンダナナナナズンジャンジャンウォーウォーウォー、ここのやっぱりインパクトですね。しゃがむと思わないです、誰も多分。この形は全員見てる人たちが予想できない動きで、やはりそのヘビシューって入っていくよねって、その地面を這うかのようなブラックマンバをここで本当にイメージしているっていうところと、ここのヘッドロールを入れる時の髪の毛の軌道が揃うので、今回髪の毛の軌道を揃えていくっていうところもかなり多く含まれていると。振り付けだけで揃えていくのではなくて、髪を振った時、向いた時に動くその髪の軌道までが揃って見えるっていうところまでを演出しているのが素晴らしいところで、ここでちなみに一個顔を上げた時にこの体勢で、スピードをねちょっと遅める。でここで止めてからバッっていう風に、足をガッとついて、手をついて足を持ってくっていうところになってますね。で、ここで足を伸ばした時に、やはり足が皆さん長い方たちなので、これまたシルエットがすごくかっこよく見えます。カリナちゃんのこの足元からぐーっと上の方まで来て、この頭の先までが一直線に結ばれているっていうところが、皆さんの姿勢で行われているっていうのがまたすごいところですね。で、これ、ブラックマンバのポーズですね、多分ね。ここでちょっとリズム入れるのも僕素晴らしいなっていう風に思いましたね。乗ってるところが、全くないわけではないっていうところで、音に対するアプローチ、リズムに対するアプローチのところをしっかりしていると。で、この後です。ここで4名のダンサーさんたちが下に入っちゃうっていうのもすごいんですけど、あいや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 、あいや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 のところも髪の毛の軌道で見えていくっていうところと、これがね、一番最初見た時やっぱり結構びっくりしました。あいや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 っていうその声ですね。いや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 っていう声を全部取りに行くときに、果たしてどんな動きができるだろうかってなったときに、いろんなアイディア出てくると思うんですけど、これかと。もういやいやいやっていうこの首を振るっていうところで見せていくっていう。しかもそれがかっこいいさ、良さもあるし、ちょっと可愛さもあるっていうところ。可愛さが出るのはこの手元かなって思ってるんですけど。で、あいや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 ってやった時に顔がしっかり前にバチってくるから、さらになんかこうインパクトが強いっていうところがありますね。これもね、初めて見た振り付けです。でここで全員で、この時の髪の軌道が素晴らしいですね。で、ここでちょっとカオスな感じで作るのもいいですね。ポーズ。で、今度はジゼルちゃんがセンターに来ると。で、バックダンサーさんたちの方向がごやごやっといろんな方向を向いてるっていうところで、1番の時と2番の時でまたちょっとフィーリングが変わってますよね。きっちり揃えてるところから今度は少し崩しながら踊っていくっていうところ。で、これお決まりですね。もうガールズグループで、まあ、このぐらいの人数の方たちだったら絶対にやるこのブリッジ、橋渡し。パカパカパン。絶対に出てきます。大体どこのチームもやってきます。で、次、ウィンターちゃんがセンターに来て、先ほどトコ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 やってたところなんですけども、足元ちょっと注目です。さあ、
違いが分かりましたでしょうかというところで、もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、上の手の振りは全く同じなんですが、足元をトコトコさせてないっていうところで、1番と2番で音の取り方を少しここ変えてるっていうところもポイントになります。1番で少し早めの動きをした後っていうのは、だいたい2番ってちょっと遅くするんですよ。拍数で言うとツン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 ってきてるものをツンあーツンあーツンっていう風に、あえてちょっと音の取り方変えていくっていうところがあって、まあリズムっていうんですかね、そこの部分がここでポイントです。個人的にはワーオってなりましたね。トコトコ来ないんかいっていう、その裏切りみたいなところがここで出てくると。でここでピースしてるのがウィンターちゃんだけかと思ったんですけど、あれ、ニンニンちゃんもピースしてますね。今度は4人というところですね。今後もしかしたらバックダンサーさんつけずに4人で踊っていくプラクティス動画も出ると思うので、そういう意味ではここら辺がそのイメージになると思います。ここら辺のダンス見ていただくと、個々のダンススキルが結構わかりやすく見えてきますね。めちゃくちゃかっこいいっす。乗ってチャカ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 、なんとなく見えてきたかな、見えてきたかな、見えてきたんじゃないかなっていう風に思いますね。この振り付けの構成といいますか、この入る瞬間に髪の毛が下がって、体が下がるので髪の毛が自然とこう上に上がるっていうところでも、その髪が揃うっていうのがすごいんですよね。で、ここでも髪の軌道が揃って、ここのバっていうところでも髪が揃って、ここでも髪が揃って、ここでも髪が揃って、ここでも揃う。あえてダンサーさんたちは髪を結んでないんじゃないかなって思うんですよ。その髪の軌道をより大きく見せるためにっていうところがありますね。ちなみに僕が注目してる、うまって思ったバックダンサーさんがこちらの方、黒髪のショートヘアの方と、あとこの後ろにいらっしゃるロングの方ですね。スニーカーが師匠の方が、とりわけちょっと注目。他のダンサーさんたちも、めちゃくちゃ上手いっすね。ちょっともう、てか全員、恐ろしいぐらいバックダンサーさんたちのレベルが高くて、ちょっとなんか、えっていうぐらいです。だからそれだけ力入ってんだなっていうのはわかるんですけど、とりわけなんか僕が個人的に気になるのは、こちらの方と、あとこちらの方。で、またここで4人になるっていうところで、その沈むところの音で4人になって、またクライマックス迎えるときに複数になる、大所帯になるっていうところの見せ方ができるっていうのは強いですよね。4人だからこそ方法を変えてくるっていうところですね。で、またここでヘッドロールなんですよね。最後のサビに関しては、一番最初と二番目にやったサビではない踊り方になっていくっていうところもポイントですね。で、もうここまで見ていただくと本当にわかると思うんですけど、髪の毛をいかに踊らせるかっていうところが、今回のブラックマンバのポイントになってるっていうところですね。こういうところでリズムを入れてくる、ダンダラランダラランダラランダンっていうところもいいなっていう風に思いますね。その織り混ぜ方、織りなし方、ここら辺エグいんですよね。とりわけ後ろのバックダンサーさんたちの乗り方がすごい、もうお腹周りのグルーヴがすごいっていうところもありますね。さりげなくここで2列になっていくっていうところですね。お気づきになりましたでしょうか。ここだとちょっと列が複数なんですよ。1列、2列、3列、4列ぐらいなんですけど、これを乗りながらこの位置に変えていくと。という感じでございましたね。もう
かなり新しいフィーリングを持ってきてるな、取り入れてるなっていうところをビシビシと感じていまして、男性には出せないパワフルさっていうものがもうバシバシ伝わってくるっていうところで、まあ曲のコンセプトだったり、まあ一発目っていうその楽曲でもあるので相当力が入ってるんじゃないかなというふうに感じてます。で、見たことのない振り付けも非常にたくさん含まれているっていうところが個人的には結構好き、そして音楽も聴けば聴くほど好きですし、なんかこう最初の時よりもさらにもっと好きになっているみたいなところがちょっとありますね。期待大ということで、これね、次の曲とかどんなパフォーマンスしてくるのかなっていうところもね、楽しみにしていきたいと思います。というところで、現場から以上になります。ありがとうございました。よいしょ、ついしょ。